U3 型は、かつて、ドイツ・フランクフルトの地下鉄である、フランクフルト地下鉄で使用されていた電車の形式。新規路線の開通に合わせて導入が実施されたが、2018年のサヨナラ運転を最後に営業運転を終了した。その後は、大半の車両が海外へ譲渡されている。1980年に開通した、フランクフルト地下鉄の U4 号線向け車両として、 導入された電車。基本的な構造は既存の U2 型に準拠しており、編成も U2 型と同様の2車体連接式であった一方、前面は軽量プラスチックを用いた新たなデザインが採用された。また、開業当初全区間が地下路線であった U4 号線はすべてのプラットフォームが高床式であったことから U2 型に存在したステップは設けられず、 ダンサーなしでの乗降が可能となった。導入以降は長期にわたって U4 号線で使用され、2008年までは全区間地下路線であったことから一部の臨時運転や1990年に一時導入された U2 号線での運用を除き、地上区間は走行しなかったが、2008年12月に実施された延伸により、地上区間でも定期運転が実施されるようになった。だが、 後継車両となる U5 系の導入に伴い2015年に U4 号線での運行は終了し、同年以降は一部区間が重複する U6 号線で運行されたものの、2017年にこちらの路線での営業運転も終了し、翌2018年10月13日にさよなら運転が実施された。その後も3両については2021年現在も、 フランクフルト地下鉄で胴体保存されている一方、事故で述べるようにその他の車両は海外への譲渡が行われている。フランクフルト地下鉄から引退した U3 型のうち胴体保存が決定した3両を除いた24両全車についてはメキシコモンテレーの地下鉄であるメトロレーへ売却が実施された。これは地下鉄の新規路線開通に合わせた車両増備に関し、 心臓車両と比べ安価で導入可能である利点から、譲渡が決定したもので、モンテレ地下鉄塗装への変更をはじめ、空調装置の搭載、台車や駆動機器の交換、監視カメラや Wi-Fi 通信に対応した機器の搭載などの更新工事が行われ、20年の延命が図られている。改造は、ドイツのタルボットサービスが実施しており、2020年から2021年に、 かけて、メキシコへの輸出が行われる。ありがとうございます。